ファンの皆様、それではこれより表彰セレモニーを始めてまいります。まずは SG 第70回ボートレースメモリアル優勝戦上位3選手に登場いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。 SG 第70回ボートレースメモリアル優勝、馬場芳也選手、2着平本正幸選手、3着桐生純平選手、壮絶なバトルを戦い抜きました。改めて大きな大きな拍手お願いします。拍手ありがとうございます。それではこれより SG 第70回ボートレースメモリアル優勝戦上位3選手へボートレース振興会会長賞といたしましてメダルの授与を行います。プレゼンターは一般財団法人ボートレース振興会会長小高幹雄に代わりまして丸上市長松永教授が行います。市長よろしくお願いいたします。はじめに第3着桐生純平選手銅メダル贈呈です。続いて第2着平本正幸選手に銀メダルが贈られます。皆様大きな激励ありがとうございます。そして見事優勝を勝ち得ました馬場芳也選手へは金メダルが贈られます。黄金に光り輝く金メダルが、はい、その胸に輝いております。松永市長ありがとうございました。どうぞご講談ください。それではこのままプレス撮影を行います。報道プレス関係の皆様写真撮影をよろしくお願いをしたいと思います。少し 3人近寄っていただいて、はい、本当にお疲れ様でした。はい、メダルを持って手を挙げましょう。はい、ありがとうございます。キレさんありがとうございます。プレス撮影です。ありがとうございます。この3人が代表、本当に一節間必死に走り抜きました。プレス撮影を行っております。ファンの皆様もその場で写真をお撮りいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。プレス撮影のお時間を終了とさせていただきます。それでは優勝戦3着の桐生純平選手、2着の平本正幸選手退場となります。皆様温かな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ、そして中央には馬場芳也選手が構えております。本当にたくさんの皆様の拍手、歓声、応援ありがとうございます。さあ、それではただいまから優勝者表彰に移らせていただきます。改めて SG 第70回ボートレースメモリアル優勝、馬場芳也選手おめでとうございます。それでは優勝者表彰を始めてまいります。はじめに SG 第70回ボートレースメモリアル優勝杯総務大臣杯が総務省自治財政局地方裁課長森川誠樹様より授与されます。森川様よろしくお願いいたします。69年の歴史、これにまた1年70回大会、重々しい総務大臣杯今贈呈です。歴史と伝統が光ります。写真をお撮りいたします。正面向いてください。写真をお撮りいたしましょう。この70回の歴史と同じように非常に重みがあります。森川誠樹様から優勝杯が贈られました。森川様ありがとうございました。総務大臣杯をお送りいただきました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。続きまして優勝賞金目録が丸亀市長松永教授より授与されます。松永市長よろしくお願いいたします。優勝賞金は4200万円、その目録が今手渡されます。おめでとうございます。写真をお撮りいたします。年間の獲得賞金額が1億1000万を超えました。松永市長ありがとうございました。そのままお残りいただきます。
続きまして、来年の1月23日よりボートレース常滑で開催されますプレミアム G1 第6回ボートレースバトルチャンピオントーナメントのエントリーフラッグが引き続き丸亀市長松永教授より授与されます。市長よろしくお願いいたします。大きな声でおめでとうございますとお言葉いただきました。写真をお撮りしましょう。負けることが許されない4日間の戦い、 BBC トーナメント来年1月23日ボートレースどこだめで開催されます。松永市長ありがとうございました。どうぞご講談ください。以上をもちまして SG 第70回ボートレースメモリアル優勝者表彰を終了とさせていただきます。さあ続きまして祝福の花束の贈呈を行います。プレゼンターはこの方、2024ボートレース CM イメージキャラクターでおなじみの山之内すずさんです。はい、登場です。ありがとうございます。花束の贈呈です。お受け取りください。写真を撮りしましょう。正面向いてください。はい、写真を撮りしましょうね。はい、ありがとうございます。2024ボートレース CM イメージキャラクターでおなじみの山之内すずさん、はい、ありがとうございます。はい、大きな大きな花束、これをいただきました。さあこの後はですね、山之内さんから一言メッセージをいただきます。お祝いです。マイクをお渡しいたします。どうぞお受け取りください。では一言お願いします。はい、近くで見させていただいてたんですけど、本当にとてもかっこいいレースで、もう本当に目に焼き付けました。もうおめでとうございます。素敵なレースをありがとうございました。ありがとうございました。山之内すずさんでした。ありがとうございました。ご講談いただきます。ありがとうございました。さあこうして表彰を行ってまいりました。それでは馬場吉也選手にマイクをお渡ししたいと思います。真ん中へどうぞ。はい、ボートレース丸亀 SG 第70回ボートレースメモリアル優勝、馬場吉也選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。最初は可能性は 1% かな、はい、言ってました。はい、昨日は 10% ぐらい。そうですね、内枠まで来れたので少し確率は上がったかなというところで 10% と言いました。はい、3号艇で3コースだとしたら得意コースだというふうに私インタビューで申し上げました。はい、全く否定せず肯定されました。そうですね、もう優勝戦ですので、もうそこは優勝しか狙ってないので、もうまくり出しに絞って今日は、はい、挑戦もしてましたし、はい、もうイメージもまくり出しのイメージしか持てなかったです。そうですか。はい、スタート0球です。はい、本番前に追い風が強くなったんで、まあ、そこは、失敗だけないように、自分のいける範囲で行こうというところで集中していきました。そうするといいスタートがいけたということを。もうそうですね、はい、もうあれ以上僕はいけないなと思いました。もうそれで、石野さんとかに外にまくられるんだったらもうそれはもうあっぱれですし、相手方が、まあ、僕なりのレースはできたかなと思います。はいはい、見事なまくり差し勝利を飾りました。はい、いわゆるオープニングセレモニーでこの舞台に立った時に、はい、すごい歓声だったでしょ。もう本当に圧倒される声援で、ありがたいなっていう、そのっていうところを、身に染みて感じましたね。はい、そして、優勝インタビュー水上でウニグランしましたけども、はい、なんかファンの皆様と一人一人となんか目が合ってる感じがしましたが、いや本当に皆さんが声援をたくさん送ってくださったので、本当に一人一人に応えるつもりで、挨拶をさせていただきました。はい、お猿のポーズをしたり敬礼をしたり、はいね、まあ、少しでもね、ファンの方にそういう思いが届いてくれたらなというところで、はい、やりましたけど、はい、まあ、52名がいわゆる地元レース用の推薦を得て戦うわけなんですけども、はい、誰一人勝とうと思って来てるわけで負けるつもりの人はいません。はい、そんな中で勝負っていうのは下駄を履くまでわからないというか、やっぱり予選振り返って順位振り返ってもそうですか。そうですね、もう本当に流れ一本でしょう、うん、この優勝は。はい、でも、いわゆるグランプリシリーズを制した時もそうだったんですが、はい、いわゆるちょっと苦しくなって、はい、
くじけそうになった時にやっぱりそこから立ち上がってきて、苦しくてもやっぱり最善尽くすんだってやってきましたね。そうですね、はい、うん、まあ、そういった気持ちをやっぱりここも最後まで強く持っていたということでしょうか。うん、今年は本当にちょっと調子が悪くてプロペラ調整がうまく、合わないことが多くて、今節もちょっと不安しかなかったんですけど、まあ、なんとか少しでも皆さんにいいレースをお届けできるようにそこは頑張りました。はい、優勝賞金4200万円をプラスして獲得賞金額は1億1400万円を超えました。トップになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。当然年末に向けて突っ走っていこうということでしょうね。そうですね、昨年は大失敗しているので、それを今年こそ克服したいなと思います。はい、さあそして、こうして遅くまでねファンの皆様が残ってくださって、全国のボートレースファンの皆様も注目をしております。まあ、最後に、写真撮影の後にもう一言いただきますけども、会場のファンの皆様に一言いただけますか。そうですね、本当に遅くまで残っていただき、そしてたくさんのご声援本当にありがとうございました。選手僕だけではなくて、選手みんなファンの皆さんの声援が届いてますので、これからも温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。優勝馬場佳也選手、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあそれではプレス撮影を行います。報道プレス関係の皆様どうぞご準備をお願いいたします。コンパクトな写真撮影にしたいということで、いろいろとセットをですね作らせていただきます。そして写真の方ですけれども、このワンポーズだけとなりますので、報道プレス関係の皆様よろしくお願いいたします。それぞれのいわゆる受容物がありますけれども、これをセットいたしまして写真の撮影を行わせていただきます。総務大臣杯、そして優勝賞金の目録、エントリーフラッグ、さらにはこうしてですね皆様の今喜びの気持ちが伝わってまいります。金メダル、これが胸に輝いております。本当にありがとうございます。写真撮影、このワンカットワンショットのみとなりますので、報道プレス関係の皆様よろしくお願いをしたいと思います。馬場佳也選手ですけれども、この後は琵琶湖若松桐生と走りまして、これが G1 競争、そして戸田のボートレースダービー、さらには住之江尼崎と記念競争を走ってまいります。これからますます賞金ランキングを上げていく、このトップからさらに後続を引き離していく、こういったことになろうかと思います。ありがとうございます。はい、あ、ピースもいただきました。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、先ほど会場の皆様に一言いただきましたが、今度は会場の皆様と全国のボートレースファンの皆様に馬場選手から一言お願いいたします。まあ重ね重ねになるんですけど、本当に、遅くまでご声援ありがとうございました。これからもボートレースをもっと盛り上げれるように、さらに、精進して、頑張っていきますので、これからもご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。さあそれではおめでとう3回コールで送りたいと思います。おめでとう3回コールです。いきますよ。ボートレース丸亀 SG 第70回ボートレースメモリアル優勝、馬場佳也選手おめでとう。もう一回おめでとう。もう一丁おめでとう。では馬場佳也選手退場いたします。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。